さあ、働け働け、ペシバシやっちゃうんだよ。こんにちは、今回不死のゴブリンマウントデーモンというデッキを使っていきたいと思います。まあ、最近あまりこのカード、特に最近始めた方っていうのはこのカード見たことないっていう人も多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、スタンダードパック時代最強の守護フォロワーと、名を馳せていた、まあ、カードで、5個数5球の守護っていうのが圧倒的な守護の展開力、強すぎて突破できないっていうのがすごい多くて、もうどんなデッキにも採用されていた、ロイヤルに採用されてたぐらいだからな。で、一つ言うと、この再生の毒リンゴでゴブリンマウントデーモンに移すと、ゴブリンマウントデーモンが何度でも復活していく。で、ドローソースのカードが多いので、もう再生の毒リンゴを打ちまくるみたいなこともできるし、なおかつ死者の生還、ケリドエン、名画の導き手などで何回も何回もゴブリンマウントデーモンを展開していきながら、ガブリエルでバッコリ攻撃を上げつつ、9点の攻撃力に進化して、9点の攻撃力でバッコリ狙っていくっていう、まあ、コンセプトのデッキになってます。まあ、先行取るのがやっぱ一つ重要になってくるのが、特に今の環境ってニュートラルビショップが多くて、やっぱイーグルマンとかさ、小賢しいデッキが多いから、まあゴブリンマウントデーモン1体じゃちょっと心もとないというか、もうイーグルマン自体強いしな、あいつは。これ OK、 1コス2コス3コス来てるんで、これ大きいな。だからゴブリンマウントデーモンって、もうファンファーレで出した時は自分のフォロワー全てを破壊するので、こう毒リンゴで復活するときは破壊しないっていうんです、ならないんですけど、やっぱ最初出すときだけがすごい難しいかな。まあ盤面こう横に広げる、このデッキは横に広げるデッキじゃないので、まあしっかり、ただゴブリンマウントデーモン先、まあ、出してもいいんですけど、名画の導きってどうするかな。あとはさあ1コツはどう来るか、なるほどなるほど、よろめくか。これ名画の導き手残しつつ、もうゴブリンマウントデーモン展開していくわ、ここすで。もうゴブマンで全て破壊。昔はアイラだ。小賢しいら。小賢しいら。しっかりと防音機マイラで盤面を整えていって攻撃していくと。で、まあデーモンイーター来てるので、次のダウンよろめく死者プラスっていう動きも強そうやな。なんだってできちゃうぞ。さあ3コスはどう来るか。まあマジックミサイルを顔に打っていく。なるほど。で顔を狙っていくと、まあ、あくまでも顔を狙っていくと。これ再生のドクリンゴ来てしまったか。ただここはまあゴブマン使いたいんで、まあ、攻撃してデモンイーターでちょっとグレイクを打ち取っとくわ。でしっかりと攻撃しつつ、デーモンイーターでスカルビースト破壊しながら、ネクロマンス、メーカーの導きに貯めつつ、もう次のダウン、ゴブリンマウントデーモンの全てを破壊するわ。全ての盤面消えてもらうわ、かわいそうやけど。もうデーモンイーターの汁が飛び散るぐらい、もう一気にばっこり。おばかしいな。だからドロシーとか出てくれると、もっとなんか面白い試合になりそうやな。ここの次のターン、ゴブリン。しいだ。あ、これオッケーやな。でもゴブマン進化いけそうか。まあ、ゴブリンマウントデーモン、じゃあ一発目いくわ。進化圏でも残しておきて、まあでもゴブリンマウントデーモン、難しいな。まだ出すタイミングじゃないな、ここ。もうちょっと様子見るか。3で4やから、もうちょっと様子見ることにするか。あ、でもよろめく死者使えるしな。ゴブマン使う必要が今あるの、まあちょっともうちょっと様子で、ちょっと申し訳ない。7コスからちょっとゴブリンマウントデーモンのちょっと底力、今ちょっと進化圏使いたくないんで、攻撃しつつ、で名画の導き手があまり使えないので、ここはまあターンし、たださ、これ出してしまうか。ゴブリンマウントデーモン2枚来てるし、まあ1枚ちょっと出してしまうわ。ちょっと申し訳ない。ちょっと盤面取られるの怖いから、レモンいた、まあ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 いいでしょう。まあちょっと火力っていうか、ドローソースを増やしつつ、さあ5コスはどう来るか。まあせっかくネクロマンスだった、でもこのデッキあまりネクロマンス関係ないんで、まあクラークを出していくと。おかしいな。7コスがゴブリンマウントデーモン、お、私に
ちょ、そんな悠長なこと、暇がなくなってきたぞ、これ。ちょ、待って、これ、まずい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 。こう、ドロシー展開されると悠長なことしてられないな。まずいぞ、これ。まあ、エミル出します。もう、これ以上出てくると厳しいな。合意します。で、進化系をばっこり使っていく。あんぎもうこれゴブマン進化するしかないかな。できれば確定除去が、死者の生還。厳しいな。非常に厳しいと思うわ、これ。非常に厳しい盤面やわ。まあ、顔を狙いつつ、もうデーモンイーター使うんかな、これ。ゴブマンを出すか、もうここで。ゴブマン出して、いやー、どうやろう、ゴブマン出す、ここ。うわー働け働けもう出すわ。もう進化圏次のターンもう一回使って、あこれ死を大きいから、ちょ1枚目のゴブリンマウントでも切ることにするわ。まあ、切ってしまって、できればケリドウェイに残しときたいってなるけど、まあ、レジェンドカード破壊して、このスタッツのこの残り具合がえぐいよな。5-4 のスタッツが残るんだよ。クラーク出していく。で、ただもう1枚ゴブリン、難しいなこれ。ゴブリンマウントデーモンじゃ対応できないんだが。で、まあ刃出します。で、刃進化かな。おかしいなこれ。ゴブリンマウントデーモンちょっと厳しいんじゃないかな、これ。湧きすぎやわ。まあ盤面取っていきます。で、ゴブリンマウントデーモン出して、毒リンゴまず1枚目使います。これいけんのかな、進化圏使うか。でももう次のターンから進化圏使えないんで、マトロシー取って。やっちまえ。でもこれゴブリンマウントデーモンラストワード蘇るから、なんとかいけるかな。あ、知恵の光、オッケーオッケーオッケー。これドロシーもう1枚とかスペルカード死ぬ。オッケーオッケーオッケー。よし、いいぞ。で、4個なんで、小賢しいなぁ。で、盤面取って、あ盤面取っていくの。お、あーゲイザー出していく。え、あーゲイザー出して、それだけ。小賢しいなぁ、その程度か。だったらここは、メイガの導き手プラスゴブリンマウントデーン、あー待てよ、死者の生還使うか。死者の生還使って、ゴブリンマウンティングデーモンを特殊召喚していく。え、これちょっと突破できる？まあ、忍ぶとあったらもうそれしゃあないけど、もうそれしゃあないわ、それは。しゃあない。うわぁ、働け、働け。しっかり働いてもらわないとな。不死身やな、これ。ていうか、これさ、メイガの導きとかでさ、ゴブリンマウンティングデーモン永久復活していけば、なんか、まだまだ耐えられそうな気がするけど、これ。大丈夫これ。この7点のさ、絶妙なスタッツが、すごい生きてくるよな。戸惑っとんな、相手。そろそろ切れてくるぞ、手札が。こやかしいな。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっとここは、再生の毒リンゴをまず1枚、使って、で、あ、待てよ。相打ち取んのかな、ここ。難しいな。9点なんで、相打ち取って、死者の生還で出して、っていう形にするか。こういう動きができるんですわ。死者の生還使う。で、ゴブリンマウンティングデーモンを出して、毒リンゴ使っていく。エッグトマトやな、エッグトマト。てか、あの状況からこんだけ耐えれて予測ついた？ドロシー2回連続来て。いやー、ちょっと予測できなかったな、あれは。すごいな、このゴブリンマウントデーモン。えぐすぎ。メーガの導き手。とりあえず、まあ、ばっこり盤面取っていき、最初に言った、ガブリエルで強化をしていく。
で一応銘柄導き手に関してはゴブリン回ってでも復活用に使えるから、えぐえ、これちょっと待って、強すぎやろこれ。え、これちょっと待って、これえぐいわ。こんな強いデッキあったんやな。いやちょっとガブリエルともコンボ決まったし、あ、これは爽快やわ、強っ。え、じゃあであれ予測できなかったわ。え、まさかさ、不死のゴブリンマウントデーモンやで、これ毎ターン出せたし、あー強い、これほんと強いと思うわ。ドロシーのあのゲイザーエミル、ドロシー2回来てもばっこり刃進化で来たけど、しっかり対応できるスタッツ、まあほんと強いわ。これはえぐすぎたな。ちょっと相手方もびっくりしてるんちゃうか。あー、でもヘクターとかだと不死のゴブリンマウント、あー先行機、不死のゴブリンマウントデーモンも耐えきれるのかな。あー、ケリドエンか、とりあえず全部入れ替えるんかな。これはちょっといらないんで、あー、まあ名画の導き手、まあゾンビ、まあまあまあ先行取ってるっていう点で、あー早めにゴブリンマウントデーモン消えてもらって名画でよみがえらせるっていう動きが一つあるのかなと思うんですが、ゾンビパーティーか。とりあえずゴブリンマウントデーモンが最初引けるかどうか、それに、ついてはやっぱりドローソースを引いていく必要性が十分にあると。あー、ボンキマイラ、こうメイガーを残しておく、まあこう出すとこか。あー、まあメイガーも、あー魂の再生もどちらも強いんで、ちょっと序盤はこういうフォロワー、ただそれはまあ盤面取れるからいいわ。もうネクロマンサー増えても、ゾンビパーティーなら破壊していけばいいので、まあ最初序盤は、まあ、ゴブリンマウントデーモンが来るまで、しっかり耐えていって、で6コス7コス8コスから楽しくなってくるよこれ。あ、静粛していくからな。まあ、あ、次のターン、ーこう骨の機構してしっかり守りつつ、攻撃していくか。で相手多分盤面取らないと負けるっていうのは分かってるから、しかも先行っていうことで、まあ、ヘクター引けば勝ちやからっていうのは思うと、やっぱ盤面取るしかないよな。ウルズかな。あー、オッケーオッケー、まあ、それぐらいやってくれないと面白くないわ。簡単に負けてもらったら面白くないからな。だからウルズからのこのよろめく強すぎないか、これえぐいんだけど。えぐすぎるんだが、まあ、しっかり狙っていく。なるほどなるほど、まあ、ゾンビパーティーで打ち取れるか。よろめくか。あ、早くドローソース欲しいな。まあ、よろめく展開して、あ、まあ、全部顔でもいいんですが、まあ全部顔狙っとくか。で進化圏は使わずにいきたいと思います。まあ、全部顔でいいと思うわ。できればデーモンイーターのドローソース、まあ、ソウルコンバージョンいいけど、そろそろゴブリンマウントデーモン欲しいな。あー、ちょ、顔狙われると厳しいかな。ちょっとこいつら相手してほしい。あこのザコフォロワーを相手してくれないとちょっと厳しいかな。まあ、ヘクター持ってるって考えるならば、でも盤面取らないと厳しいよな正直。まあリッチが盤面取ってくれるとすごいありがたいかな。デーモンイーター、相手だけデーモンイーター使いまくってずるいぞ。だからさっきの試合みたいな感じになってな、小賢しいな。よろめく死者はな、ゴブリンマウントデーモン出しても無駄になってしまうんで、これリッチ進化で顔殴られたら終わるんだが。まずいなこれ。あ、ネクロアサシン大きい。ネクロアサシンで、がっつり狙っていきたいけど、ちょっと待てよ、焦るなよここは。ゾンビパーティーまず打って、まあ、こいつらまず狙っていくか。でしっかり、ネクロアサシンで2体除去っていく、それが一番強いと思う。しっかりネクロアサシンで、バッコリ狙っていこう。いやこれ大きいな。よしよし大きいぞ。まあ、ちょっとドローソースがまずいな。やっぱってゴブリンマウントでも早く欲しいっていうのがあるから。でもここまで進化を使わずに耐えたっていうのは、まあ、動きとしてはすごい上出来やと思うんですが、さあ六甲さんどう来るか。まあ死の祝福っていきます。で進化かな。進化使われると終わる。完全に終わってしまう。あー小賢しいわ。
なるほど。デーモンイーターそろそろ来てほしいな。ああ、小賢しい。スカルビーストプラス、もうこれ、メイガ出すしかないと思うわ。メイガ出して、骨の貴公子出していく。で、骨の貴公子も進化使っていくわ。もうそうしないと、そんな悠長なこと知られないんで、まあ、相打ちかな、ここ、相打ち取って、ターン終了。ちょ、まずいぞ、これ。普通にヘクターで終わりそうやな。更新せよ、果ての果てまで。いやー、ネクロマンスもそんな溜まってないし、やっぱゴブリンマン、さっきの試合がことがうまく運びすぎたか、ちょっと。フシのゴブリンマント電話はどこ行った？毒リンゴさえ見なくなってしまったんだが、まあ、盤面取っていく。なるほど。それ盤面取っていくの？ああ、えらい、消えていくな。ああ、難しいな。なんかそれ強いよな、それ。チートやと思うわ。で、ターン終了するだけで、すべてのフォロワー破壊していく。今更なんですわ。まあちょっと1戦目の試合が、うまく運びすぎた。でもこういう負け試合があるっていうのも、参考になるから。そのいいとこだけ動画にするっていうのは良くないと思うから、もう悪い部分も上げていくと。まあ成功しなかった時と成功した時っていう感じで、まあ1戦目は成功、大成功。で、2戦目は大失敗。で、3戦目はガチでやっていくから大成功を導きたいな。超越一致とは刺さりそうやけどな。毒リンゴ3枚打ちとかやったら面白そうやな。ゴブマン残ってゴブマンに毒リンゴ3回打ちみたいな。またウィッチか。ウィッチは楽しいぞ。先行、高校か。まあ、高校のがまあ、ドローソフト多いから、手札事故はなくなる。やっぱこのデッキ、手札事故をいかになくしていくかが、すごい重要視されそうなんで、まあ、デーモンイーター、ソウルコンバージョン、1回でもこう手札に来れば、一気に手札が増加していくから、やっぱそこが狙えるかどうかにかかってんのかな。さあ、一コスはどう来るか。まあ、超越ウィッチだと、フォロワーを展開しないで、あ、毒リンゴ1枚来ました。よし、オッケー。フォロワー展開しないで、無限の、ゴーレムの連成。なるほど。ゾンビパーティー欲しいかな。デーモンイーター、オッケーオッケー。デーモンイーター、オッケーなんですわ。まあ、よろめく不死者を取ってこれば、ちょっと話は変わるんですが、小賢しいな。で、攻撃していくと。まあ、スカルビースト来れば大きいかな。メーガか。とりあえず、まあ、デーモンイーター召喚しといて、まあ、次のターン、デーモンイーターで破壊しつつ、ゴブリンマートデーモンつなげていく。もうゴブリンマートデーモンまでつなげられたら、もう勝ちなんで、まあ、それ1戦目の試合見てもらったら、一目瞭然なんですが、さあ、4コスはどう来るか。うんが、エンジェルスナイプ。なるほど。打ち取っていく。まあ、さすがにそう来るよな。まあ妥当な判断。おサモンスノー、サモンスノーは小賢しいな。うーん、けれどもね、とりあえず名画の導き手プラスデーモンイーターでちょっとゴブリンマウントデーモンなどを引いていきたいっていうのがあるから引いていく。うーん、進化圏使うか。なんかリキバウィッチとか流行ってたんで昔、ちょっと怖い。これなんかスノーマンって召喚されるとなんか破壊したいっていう心理があるよな。ただちょっと厳しいかな。ゴブリンマウントデーモン早めに欲しいっていうのあるし、あー狙っていく。で、アンギー、まあ、マジックミサイルで狙っていく。まあ、スペルブーストバンバン発動していくな。で、進化をスノーマンに使っていくってことは顔に全部来る感じかな。あー顔に来ますね。あーなるほど、なるほど、なるほど。まあ、その程度あれば、まあ、許容範囲かな。あ、ゴブリンマウンティングデーモン来たぞ。ただ、復活、あ、でも、キリドメンで復活できるのか。ゴブリンマウントデーモン行くわ、ここ。うわぁ、当たり当たり。
これゴブリンマウンティングデーモン結構いけるんじゃない。これ圧倒的な死後やしな、まあ、ウィンドブラストなかったら突破できないわこっからやぞ、こっから、さっきみたいにケルドウェンからのっていういけるから、マジックミサイルを顔に打っていく。ちょ7コス8コスぐらいからちょっと本気出していくわ。あーオッケーオッケー、まあ許容範囲かな。ケリドンでしっかり、おおなかしいな。だったらここケリドン打つ必要ないな、まだ。ちょっとここ様子を見ながらやっていきたいんで、とりあえず次のターン再生の毒リンゴ使えるから、ボーンキマイラプラス、まあここはちょっとボーンキマイラ並べるよりも、まあどうやろう、ボン、まあ難しいな、ボンキマイラでも次やることは決まってるから、ここはちょっとこういう感じにしとくか。で次のターン、あーしっかりゴブリンマウントデーモンを再生させるからな再生の儀式を始めようか。まあゴーレムアサルト、ゆうちょゆうちょ、オッケー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 、ことがうまく運んでる。あースノーマン、オッケーオッケー。で進化かな、さすがに進化使わないか進化使ったら不利なもんな。あ、オッケーオッケー。ここでケリドウェン出してゴブリンマウンティングデーモンを、また新たに出して毒リンゴを出して勝ちという、未来が見えたと。オッケーオッケーオッケー、こういう動きができるんですわで、まあソウルコンバージョンあるから、もうこの骨とかを有効に活用していって、ドローソース使ってまたゴブリンマウントでも再生させるカードを狙っていけばいいこれ14点の死後があるかな、実質サタンズサーバントよりもえぐいえぐ、まあ、悪撃とかでな飛ばしてくるのが、まあ、ウィッチのやり方やからまだ安心はできないっていうのあるな。覚えてなさい。でどうくる、これゴブリンマウントデーモン突破できんのこれまあガーディアンの連星出していく、ガーディアンの連星出していく、でゆうちゃんな。でここでボーンキマイラが結構生きてくると。あー死後持ってる、ほら攻撃ない。とりあえずゴブリンマウントデーモン攻撃質、あ待てよ、これまだ発動するわけじゃないか、難しいな。あーゴブリンマウントデーモン出す、ここ出してしまってもいいけど、まあ出すか、攻撃して、どうしようかな、ゴブリンマウントで、まあ、ガブリエルで強化したいっていうのあるが、まあ、ネクラサシンかな、ここは。ネクラサシン使っていって、ただ、ゴブリンマウントでまだメイガで取ればいいんで、まあ、しっかり呼んで、相打ち取って、まあ、ソウルコンバージョンちょっと場を開ける必要があるから、ソウルコンバージョン打っていく。で、ゾンビパーティーか。ゴブリンマ、デーモンイーター出しとくか、ここは。しっかりネクロマウス増やしていって。いっく。ちょっと待って、再生の毒リンゴもう一枚欲しいな。さあ、休校さんどう来るか。まあ、でも、進化権なくして突破できるとは思えないんだが。あ、運命打っていく。ちょっともう一体ぐらいでゴブリンマウントデーモン打ちたい。もしくはガブリエルで強化して、さらなる火力、特に、フレームデストロイヤーっていうのはガブリエル強化してしまえば、え、おお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 お、ちょっと力場ウィッチかなっていういい線は言ったけど、うわー冥府ですか、うわ完全に超越ウィッチやと思ってたわ。まあスノーマン入れてる時点でちょっと怪しいなと思ったけどさ、ちょもう一回だけやっていいかな、なんかこのデッキ意外に楽しいんやけどなんかこういう面白いデッキ使うのが一番やっぱシャドーバース楽しいよな。やっぱテンプレのデッキばっか使ってるの飽きるけど、こういうイレギュラーなデッキを使うとやっぱ楽しい。小高しいなあ、普通に尻見えてるんだが、3戦目アリスさ、まあ、ビューティー&ビーストに耐えれるかどうかやな、高校か、まあ、しっかり、デーモンイーターなどが来ること、あーオッケーオッケー、ドローソース狙ってきた、こういう感じにするわ、ちょっともうドローしまくって名画まで貯めて、一気に狙っていく
まあ、一戦目みたいなな感じになる。結構面白いけどな。まあ相手はどんなデッキかによるかな。まあ、リノセウスのデッキだとするならば結構相性はいいのかなと思います。まあ、しっかりデーモンイーターを活用していこうかな今回は。破壊されたくないな。あ、ゴブリンマウンティングデーモン来た。ゴブリンマウンティングデーモンが来たんであればここはちょっと出さない方がいいかな。次3コス出さんわ。ここ出さない方が正解だと思う。3コスボンキマイナで決まってるんで結構メイが、あー OTK ね、 OTK は一番やりやすい。完璧やな。ゾンビパーティーオッキーが次のターンに使っていこう。次のターンデーモンイータープラスゾンビパーティーで打ち取っていこう。よし、オッケー、完璧完璧。今のところことがよく済んでるわ。もうリノースよ。マジで。ただこっち進化圏使えるんで、まあ、こういう時に名画の導き手も結構使い勝手がいいと。よろめく不死者大きいな。こうよろめく不死者使うか。よろめくプラ、あ、でも確定除去なんで、いやでもドローソースは欲しい。ドローソースは欲しいからデーモンイーターで破壊してバッコリ盤面取っていこう。で相手の左左左左、よしよし、オッケー。で、進化圏使って、もう次のターン、ゴブリンマウントデーモン、召喚していこうと思います。で、もし破壊されたら、ケイドにまた再生させて、まあ7コスまでに、再生の毒リンゴ来たら、結構ムーブとしては最強。理想のムーブやと思うわ、そのムーブが。5コス、6コス、7コスで、それが一番最強やな。先行、後攻問わず。それが一番多分、いい動き方やと思うわ。だからフェアリーとか小賢しいにも程がある。フェアリーサークル打って、でリノセウスかな。小賢しいな。あ、お、もうバッコリ来る感じか。あー、バッコリ来る感じですか。なるほど。だったらここはゴブリンマウンティングデーモンの力を見せるか。ゴブリンマウンティングデーモン出します。でバッコリ展開して、あー、ビシバシやっちゃう。これビシバシ進化使うか。進化使うんかなこれ。まあちょっと怖いから進化圏をがっつり使っていこう。フェアリー一体に使うのはもったいない気もするけど、ただ58の守護を突破しようと思ったら相当頑張らないとあかんで、これ相当頑張らなあかんわ。ただ甘いな。あ、まだまだ甘いと思うわ。こっちにはケリドウェンっていうフォロワーがいるから、あー、であとは再生の毒リンゴが欲しいな一番。ただもうこれケリドウェン再生させないともう明けが確定するので、まあ、しっかり進化圏使っていくと。だからネクロマンサーもこのケリドウェンっていうカードがなんか後々また強くなりそうなんだけどな。しっかりスカルビーストを置いて攻撃していくと。あー、まあ、死の舞踏を打たれたらもうこれはしょうがないかな。でも、あの、名画の導きで蘇らして、また、ゴブリンマウントデーモン置けるんで、もう7コスからはもう、なんやろ、5コスと2コスっていうパターンになってるので、内訳になってるから、7コスあれば、ゴブリンマウントデーモンは毎回蘇生させることはたやすいわ。さあ、どう来るこれ。ワンチャンリーサル狙っていく。次のターンリーサル打っちゃう、もしくは、ワンチャン。次のターンワンチャンリーサルやわ。8、9、10、あ、リーサルやわ。さあ、どう来るこれ。ゴブリンマウントデーモンもう1体ぐらい置いといたらもう完璧やけどな。いや、圧倒的な死を誇ってると思うで、これ。さあ、どう来る。まあ、ガブリエル強化するって言ってもあるけど、妖精のいたずら。もう、でもそれもやっぱ5体いるから、なかなかそれも決まらないやろうし。なんかこういう小さいフォロワーに見守られつつゴブリンマウントデーモンっていう高スタッツなフォロワーを展開、やっぱそれ突破するしかないよな。ケリドウェンよりも優先的に破壊していかなあか。あー、もう終わりなんちゃうか。あー、これリノセウスだなおそらく。OTK エルフの完全メタデッキやなこれ。ここメイガーの導きって、あ、でも出せない。あ、待てよ、攻撃して5点ばっこり与えて、これ取って、取って、で、名画の導き手をばっこり出していくことによって、
またゴブリンマウンティングデーモンを、出すことができる。でこいつらがやられてくれることによってまたゴブリンマウンティングデーモンを蘇すことができる。この名が破壊された名がいける。なんていう相性の良さよこれ。永遠に名画の導きでネコロマンス6も発動できちゃうな、この勢いやと。全部消えていったけど、あーちょっとな、再生の毒リンゴ来たら完璧なんやけどな。ただリノセウス2枚捨ててしまったらもう勝ち筋がないと思うよ。あーいや非常に面白いわこれ、このデッキ強すぎる。さあ8コツどうくる。だからゾンビパーティー、フラワープリンセス、リノセウスを呼んでいくしか相手は勝ち筋がないが、こっちは次のターンガブリエルで強化するっていう技もできるんで、あまあそれやりすぎかな。まあちょっとやあのリーサルリノセウスで負けるの絶対やりたくないから、面会していって、あーターン終了、なるほど。とりあえず、デーモンイーター使っていきたいよな、ここ。ゴブリンマウンティーム攻撃して、よろめくからのデーモンイーター使っていこう。で、毒リンゴ来たら結構大きい、これ。毒リンゴ来るだけでだいぶ大きいわ。これで、ネクロアサシンか。まあ、そうやな。まあ、よろめく、プラス、ゾンビパーティーでも置いとくか。えぐいな。すげええぐいデッキだわ、これ。バハムートとかにも結構対応できそうやしな、このデッキやと。確定事項たくさん入ってるんで、守護が熱いっていうのはやっぱ強いよな、こういうデッキは。森嵐、悠長やな。で、ターン終了するざを得ない。小賢しいな。ガブリエルをバッコリ出していく。でも再生の毒リンゴ使っていくよね、バッコリ狙っていく。かざかしいな。これどう突破する、これ 100% 無理やわ。しっかり最後はガブリエルで強化して毒リンゴ再生つけてバッコリ殴っていく。えっぐ強すぎてちょっと笑ってしまったな。なんか何気にやっぱガブリエルがいい働きをしてくれてるんじゃないかなと思いました。